西松浦郡有田町の鎌元で6日、仕事始めとなる初鎌出しがありました。白磁の人間国宝井上万次さんの鎌では午前8時から作業に入りました。昨年の暮れに鎌詰めした作品を一つ一つ丁寧に取り出していきました。 20年ぶりに作った有明海の干潟をモチーフにした白磁の鉢や、柿型の鉱炉などおよそ300点を取り出し、出来栄えを確認していました。井上さんは思い通りに仕上がった。80歳になるが、少年のような気持ちで頑張りたいと気持ちを新たにしていました。この日は、色鍋島の伝統を受け継ぐ今井門窯でも20日まだしが行われました。 2つの窯元ともに満足のいく仕上がりで幸先の良いスタートを切りました。